大谷50-50HR ボール訴訟へ発展。最初に取ったのは自分だと主張する少年を含むグループ B、 さらに別の人物 C も現れた。彼らが A、 ヤオークション会社に対してボール売却などの差し止めを求めて州の地方裁判所に訴えを起こすカオスな状況となっている。今からワイもやって言ってもいいのか。素直にドジャースに渡していればね。じゃあ3等分しましょう。こういうの端から見る分にはおもろいな。勝てば裁判費用はボール出た金から払えるな。それぞれが名前出して強盗に狙われるようになるんだ。日本人社長のやつ売名するとしたら割に豪華なすぎやろ。どうせ金やろら草津金3等分せいや。マスオ山だったらボールを焚き火で燃やして消し炭にして喧嘩両成敗にしとるわ。あのうさんくせえ日本人社長が落札しなければ何でもいいわ。後から言ってるやつらはさすがに認められないだろ。認められたら異常だわ。てか今後は返還を義務にしろよ。もう Y には理解できん。世界や億単位の価値を乱せへん。こんなん絶対マフィアに狙われてるやろ。この3人全員人生アウトマンになるで。オークションで高騰した後にそれ僕のしてきた3人目も権利者の一角扱いでええんか。ご視聴ありがとうございました。